よっす、ありがとうございます。おざっす、めちゃくちゃ綺麗なんですよ前から。大体初めでおざっすって言うじゃないですか、おはようございますとか、ね、はい、今回はですけど話すことがなくて、まあ過去晒しますってね、タイトルにしようかなと思ったんですけど、それもう何回もやりまくっとるよって言われたんで創業メンバーじゃないですか、うん、僕、トシ君、リュウジ君っていうのは社長が足場班っていうのを立ち上げた時に一番初めに乗ったメンバーじゃないですか、僕らっていうのは、うん、創業時代のことを話そうかなと思って、なんでまあ今回ちょっとね、まあ足場班ができてどういう風になってこうなったのかみたいなのを話せたなと思いましてです。9年前にできたんですよね。そうそう、9年前にできて、まあ当時まあそのメンバーね、1、2、3、あともう何におった、あとまあと面白かったでしょ、うん、そう、そう、全員もう人まあまあちょっとやばいまあ3人のプラス僕、リュウジ君、トシ君、6人か。ああそうだ、6人、そう、6人だね。でまあいろいろあって辞めてったんだよ確か最初に。でもそう、 Y さんが普通にいなくなったでしょ。普通にそう、まあ普通にいなくなって Y さんが、それなんだ、ねぶっち、あ、違う違う、ちょうどたまたま3人重なったんですよ。 Y さんと Y さんと僕で、4人で一緒に通ってたじゃないですか、うん、4人で一緒に通っとって、朝僕迎えに来てもらおうかなと思ったら、まあもうその僕もブッチして、うん、飛んだんですよ、うん、飛んだ時に同じタイミングでそういう人たちも夜中飲んどって寝ブッチして、同じタイミングでみんなパーンって飛んでで電話かかってこうか、俺珍しいなと思って、うん、あの時で、なんだ、なんでだろうなと思って、でも結局地元のメンバーだからさ、みんなその連れをたどって、それとなんか言っとったみたいな、その Y さんと Y さんってね、昔働いた人に聞いてみたら、なんか、いや別に何も言ってないよ、てかむしろあの人たちも仕事辞めたらしいよとか言ってで、まあ普通に電話したら、あ、そうそう、俺もその日に飛んだみたいな感じで同じ日に飛んでたんですよね、まさか。そうで、まあ僕はまあそこから戻ったじゃないですか、大阪行っとる時に。たらリュウジ君から電話かかってきて、はい、まあ社長は別に戻ってこいって言っとるぞとか言って、そんなお前、寝坊して、寝ぶっちしただけで気まずいと思って辞めるんだったら、その辞めんなっつって。他の人は仕事して返せみたいな、そのね、まあ戻って僕が、その時にもう4人だったんですよね。僕、リュウジ君、M さん、トシ君で4人になって、で、4人で、でも結構あの時すごいですよね。住宅掛け2軒とか言ってましたもんね。掛け原当たり前でしたもんね、2チームしかないから。ないね。そっから R が入ってきて、で、R も飛んだ。飛んでないからやめたよ。飛んでやめたんだよね。飛んでやめたんだよ。もともとはね、6人からスタートして、で、中間4人ぐらいだったんですよね、みんなで。みんないなくなっちゃって、やめちゃって。その時がもう、足場材までそこまでなかったですもんね、今みたいに。どこめちゃくちゃちっちゃかったよね。これよりもちっちゃかったんだよ。多分ここの土地あるじゃん、はい、ここの土地よりも全然ちっちゃかったよ。4人の時は、まあ、1、2年ぐらい経ったんですよね、うん、1、2年ぐらい経って、まあ、その掛け原とか行けるようになったんだけど、2人でね。当時なんかもうすごかったですよね、始めたばっか。だから俺もやったことないし、足場なんて本当ね、バイトぐらいしかなかったから。ハリブラとか持ってこいって言われてもさ、何もわからんじゃん、はい、じゃ変なもん持ってって、トシ君にぶち切られたりとかさ当時なんか本当に、どうだ、3階建て1軒普通に、今だったら3人で1日で組み終わるところが3人で2日かかってたから、組み方が分からなくて未経験なのにとりあえず打ち込めばいいんだって、打ち込んでったら全然寸法違うしだから最後なんかクランプってさ、このネジのやつガチャンって止めるんだけど、うん、最終的にネジで全部止めちゃうみたいな、うん、足場も、うん、そんな感じでやってきて、で掛け原行けるようになって、3年目ぐらいじゃない、3年目ぐらいでリュウジ君たちが福島行くようになって、うん、ちょうど震災の時じゃない、だって福島行くようになって、僕だけ行かんくなって、その時はでも夜の12時とかまで全然積み込みやってたもんね、確か12時、11時で全然やってたよね。そうそう、だからよく警察来とったもん、ドバイに。あ、そうなん、近所迷惑でね、民間の中にドバがあるの。あ、そう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 、こういうところに、この住宅の中にドバがある。夜の12時からね、カン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 とか言ってね、毎回リフトはまるしね、あれ何が思い出があるっす、一番何が思い出がある、俺今でも思い出あるっす。 R が足指ちぎれそうになったら覚えて、足の指ですか、足の指、この柱を、はい、柱を昔だよ、バカじゃん俺ら、これを投げてさ、はい、なんか、まあ、上でキャッチできなくてさ、それでもさ押してきたんだ、キャッチに勝ったんでバーンって足に押しちゃって、でなんか足の指が、小指がプランプランってなっちゃって、あれもう皮一枚で伝わったんですよね、うん、確か。そうなの、あの時でもあの、はい、ガスのトラック使うんだよね。あ、ガスのトラック使った、町が水没した日あるじゃん、台風で。ああ、はいはいはい、はい、結構思い出あるけどな、ガスがその使いかなって水が溜まっちゃったよ、マフラーから。ああ、あったね、ドア夜の12時過ぎまでハンマー叩いてたことね現場におったことね、マンション。
あー、本当ね。これどう、何日で組めるって言ったら1日で組めますとか言ってた俺でも1日しか起きないじゃん。明日の朝から高圧洗浄入るからで1日で組めますって言ったら全然組めんがいなって言ったら夜中の12時ぐらいまでハンマー太ったんだよ確か。で朝の4時から積み込み出して寝る時間ねえしみたいな。なんか死にかけたと話とか。死にかけないよ。死にかけた話。俺死にかけたの何回でもある。死にかけた足場関係ねえ。あ、あるわ。3階建て。3人で2日かかった3階建て。ほんと最初の方ですよ。かかった2日ぐらいかかった現場を組んで、でバラシになった時に、なんか僕がもともとずっとあの安全靴入ったんだよね。あ、はい、俺がね。でなんか足袋に変えて、なんか足袋ってすごい動きやすいじゃないですか、うん、雪が吹っ飛って、で嫌なこう取ったんですけど、なんか昔からなんか僕率先として上がっていくじゃないですか、うん、そう率先として上がってって僕バラしますわとか言って、でトシ君が大丈夫かって、あの嫌なこう取って気をつけろよって言っとった現場がその真相だったから、うん、じゃあバラしますわってバーって屋根の上走ってったらさ、はい、ツルンって滑って、さシューって滑ってさ、はい、やべえやべえこのまま話したら、ね、俺死ぬって思ってパシャンって手すりに捕まったら、はい、足場がグワーンってなって、でも普通にシュッて戻ってきて、あ、倒れなかったんですか。そう、倒れなかった、倒れなかった。まあ、全部いた。まあまあ、それこれ使いにくなるね。やった、今ある思い出。思い出めっちゃ楽しかったっていう現場とかあった、あります。めっちゃ楽しかった現場。楽しくねえだろ。昔なんてもう早く現場してパチンコ行こうしか思ってなかったの。ああ、そうそうそう、昔はそうですよ。クズだったからね。もう早く現場終わらして、はい、ね、現場終わらしたらもう早くパチンコ行こうみたいな、まあ、とりあえずでも与えられた現場はもうね、例えばじゃあ今日2件って決めたらもう2件だけ行ったらもうとりあえずパチンコできるみたいな。で残業とかもなかったもんね、うん、昔だって行ったらもう自分たちで決めとったから。だから本当にさ、もう2件するじゃん、掛け払ったとして、はい、掛け合って、はい、バーってね、バラシの現場に向かっとってさ、途中でパチンコ屋さんとかあったら、パチンコ屋さん寄って3時ぐらいまでやって、はい、じゃあバラシに行きましょうかつって、でバラして、よくそういうことやってたね、昔は。だけど絶対5時まで終わらせてくる、うん、それができるんだったらいいよみたいな。あ、そのできんだったらいかんよみたいな。今ないけどね、逆になんか珍しい現場とか。珍しい現場珍しい現場っていうか、あの材木屋さん、そんなん組んだ、組みましたって。今でも覚えてる、冬で。あれ最悪だったけどな。何があったんですか。もうさ、材木屋だからさ、はい、木が全部なんだっけ、木をカットしてくんだったっけ。カットする、そうカットしてるから、はい、木のクズがやばいよ、めちゃくちゃね。あー、はい、はい、ブワーってあって、でそこのなんかなんていうの、木くずをなんかちゃんとなんかまとめるのかな、機械とかなんけど。あー、はい、あー、そうそう、で木くずをなんか排出するとこですよね、ちょうどを足場組んだんだよ、ね。あ、はい、で中も組んでほしいって塗るからって言われて、はい、組んだのはいいけども、組んどる最中も木くずがブワー落ちてくるから、もう痒くなるし、足場もだってバラしに行ったらもうこんぐらい木が、あの木くずがアンチの上に全部よけてこうやって、みんなカッパ着とるでね。カッパ着とる。カッパ着てやらんともうぐっちゃぐちゃになる。それ以外ある？まああと某事務所の組んだぐらいじゃん。某事務所、うん、え、事務所は組んだ、組んだ、どうする。俺とトシ君と誰かから、はい、組んだよ。あ、そうなんです、うん、某事務所。あと何がある。嫌な、嫌だった現場、最悪はないな。あ、さあ最高、まあ最高あるかな。あ、最高あるんですか。真四角でストーンとして綺麗なやつは最高。あー、もうオール一軒で走るやつね。1800円で全部走れるやつとかさ。あー、はい、そうそう、でかい、そういうの出る最高。こんな感じ。まあでも当時、まあ創業の時はなんか、まあ、ひどかったはひどかったっすよね。ひどかったひどかったね。もういろんな、なんかいろんな、なんかいろんなことがあって、今こうやっと本当になんか会社になりましたよ、ね。やっと本当にまとまってきた。そう、まとまった。もう段取りとかさ、もう現場も月曜日の現場はこの現場とかで黒板に書いたりとか、でこういう、うん、なんて言ったら、他例えばじゃあトラックは誰々とかさ、管理は誰々とかって、もうそういうのももう細かく今決めてったから、はい、だいぶけど昔なんかぐちゃぐちゃでしたもんね、普通に。ないよね、そんなの。ね、材料なかった、材料ねえから誰が段取りするんだみたいな。どうすんだとか、とりあえず社長に言っとけみたいな。社長材料ないですけど買っとけお前パックかみたいなね。まあ今はね、もう本当に今昔があったから今があるんだと思うけど、本当に、はい、まあ昔はそんだけひどかったですよ。
創業当時は。まあ若いけど、まだ8年だもんね。8年しかやってないけど、これからね、もっともっと切磋琢磨してやっていきたいなと思ってます。どう、かっこよく締めれた？かっこいいですね。ではちょっとまたね、また楽しい動画たくさん作ってきますんで、はい、ぜひまあこの動画いいねと、いいと思ったらチャンネル登録といいね、あとコメントお願いします。コメントもね、お願いします。はい、こんなんでいいですか？いいよ、早く帰ってくれ。はい、わかりました。帰りますね。また見てね。